日本の復興、フェノロサと岡倉天心です。松井塾です。さあ、始めていきましょう。日本側を復興したのはこちらという形になるんですが、アメリカ人のフェノロサ。フェノロサです。そしてもう一人は岡倉天心。岡倉天心。はい。という形になります。で、ポイントになっていくのは何かっていう形になるんですけど、実は日本画って、まあ今の漫画とかアニメの原型だと思ってもらえると分かりやすいんですが、漫画とかアニメの原型が実は日本では捨てられそうになっていました。はい。文学や音楽、芸術は全部ヨーロッパの真似なきゃいけないよね。全部ヨーロッパによって日本オリジナルの文化、芸術、伝統っていらないじゃんっていう風になってたんですが、アメリカ人のフェノロサがこの日本画について感動するわけですね。こんな素晴らしい絵があるのかーってね。こんな素晴らしい絵をほったらかしにしてちゃダメですよっていう風な形で、このフェノロサは、アメリカ人から、アメリカ人にも関わらず、わざわざ日本の絵の素晴らしさについて延々と語り続けるという形になるんですね。で、それについて、じゃあ、岡倉天心っていう、まあ、日本の要するに芸術家の筆頭みたいな感じになるんですけども、この人が要するにフェノロサと一緒に、じゃあ、この日本画をもう一回復興しましょうよ、というふうな形で復興してくれたおかげでですよ。オタクの人々が今漫画やアニメ見れるとかね、いう形になってくるんです。だから、フェノロサと岡倉天心にこう、ものすごく感謝しといてほしいですね。はい。という形になります。まあ私も漫画アニメ好きなんでね。はい。まあフェノロサ、岡倉天心ってね。まあしっかりと見といてあげてください。いいですか？フェノロサと岡倉天心ですね。はい。じゃあよろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。